それでは続いて景品島を会場に行われたスポーツ祭東京2013カヌースプリント競技のリハーサル大会の模様をお伝えしましょう。来年開催予定のスポーツ祭東京2013を前に、現在都内各所では各競技のリハーサル大会が行われていますが、カヌースプリント競技の会場となる大田区では、先月15日に第67回国民体育大会関東ブロック大会を兼ねたリハーサル大会を開催。開会式では区内の高校に在学する板坂君、久保田さん両選手が選手宣誓を行いました。日々の練習の成果を発揮し、カヌースプリントとは流れのない川や湖を利用し、直線コースでの着順を競う競技。会場となる京浜南運河特設カヌー競技場では、羽田空港を間近に見ながらレースを楽しむことができます。この日はカヤック種目とカナディアン種目のレースが行われました。カヤックとは座った姿勢でブレードと呼ばれる板が両端についたパドルを使う種目。一人乗り、二人乗り、四人乗りでそれぞれレースが行われます。またカナディアン種目は縦膝姿勢でシングルのパドルを使ってカヌーのスピードを競う競技。カヤックとはまた違った迫力とスピード感が醍醐味です。この日会場にはマスコットキャラクターユリートも登場。都民の鳥ユリカモメをモチーフにしたユリートは今後さまざまなシーンで PR を行います。大田区ではカヌーの楽しさを区民の皆さんに知ってもらおうと、カヌー教室や川下りなどのイベントを開催しています。またデモンストレーションとしてスポーツ行事ではゲートボールやドッジボール、ハングパラグライディング、ユニバーサル駅伝も行われる予定です。なお、スポーツ祭東京2013に関する情報は東京都の公式ホームページや区のホームページなどでご覧いただけます。来年のカヌースプリント競技ではぜひ会場まで足を運んで間近で迫力のあるレースを見たいですね。